さあ、星さんクエスト。次に行くのは、雪の地、ウルクスス。雪山より報告します。ウルクススが現れました。行ってください。任しとけ。さあ、もう食事も済ましてるんで、このままレッツゴー。さあ行きましょう。こいつも音バクかな。んー、どこだろう。戦いにくいことを考えると7678上のところかな。ほっとほっと。ここか。登るの早くていいな。ここじゃない。頂上か。さあ行きますか。どうだ、いるか。いたいた。はい、ウサギのウルクちゃん。ザコどももいるじゃねえか。音爆のタイミング知らねえな俺。さすがに聞いた。いつでもいいのか。でんぐり返し。意外に当たり判定やった。ダイナミックシャブ台返し。俺が狙われてないな。俺だ。まだ序盤だから連続滑りがないのかな。こんなのいらない。おはおはやめてその動き。雑魚は終わった。どこだ。どこじゃなかった。ダイナミー。怒った。怒った時聞くのかな。ダメです。連続で来るだろ。怒ってるから意外に来ない。邪魔だな。この横滑りのうざさよ。ここだ。おう。ジャンプしてからのでんぐり返り。日本昔話へ帰れ。行く方向行く方向に来るこの辛さ。
これはちょっと痛い。起き上がるんだよな。頭狙おうとしても起き上がったせいで届かなくなってるんだよな。もうちょっと奥に踏み込んでいかないと。応急薬ノリを目指すべきだったかもしれないが、お食事か。お食事だな。これは頭にワンコンボ決めさせてもらおう。よし、多分耳壊せかなんかだったと。スピニングメテオからの大風雲トリガー、アッパー。あ、連続だ。3回。もう頭狙わなくて打ち壊れたから、めり込んで体ぶったたきに行った。やめてください。配信が欲しいです。間違えて飲んじゃった。武器片付けようと思ったら これいいじゃんって思って。お、序盤はお金も大事なんで、いや思いのほか移動するね。危ない。俺か、俺だな。おゆき、おゆき、起き上がられるとハンマーの攻撃届かないんだよな。やっぱ体にめり込むようにスタンプかな。安定で考えると、仕方ない。自腹の回復薬を使おう。やっぱなんだかんだで星3になってくると敵もちょっと強くなってきてるな。お、思いっきり離れてる。自分から食らいに行った。狙え。そこだ。一回じゃ乗れない。これだ、チャンス。そこだ。よし、このまんま頭に盾さんからの大風雲トリガー。まあ悪くない。やばい、3当たるんだよこれ。ずれてる。全然前に行く。こんなのしない方がマシだったぜ。蹴った。と思ったらその場に一回転してくるタイプだ。2回抜くだろ。昼目、昼間倒せたらラッキー。ここだ。
おお。連続。さっきの突進だったら危なかった。横から行くぞ。また移動だ。ついでに武器も研いどこ。また食事してる。行き過ぎた。よし、全部当たった。スタンプ。来なかった。ちょ、邪魔。ちょ、邪魔すぎ。お前とっととどっか行けよ。ここ今戦闘中だから。邪魔だってマジで。視界ジャックもやめて。ひるまないと狩り技当てにくいな。よし、邪魔だな雪山生肉さん。どこか。ほら回復上が。ここだ。いるんだいるんだ。よし。ああもう弱ってたんだ。もう終わったから緊急回避しなくていいよ。さ、残った時間は採掘採掘。武器がそんなに強くないからちょっと時間がかかっちゃうな。スタミナ回復できるアイテムを持ち込んだ方が良さそうだな。まだあんまり雪山来てないから叩ける場所がわからん。報酬報酬。